オークリーというと本当に世界的に有名なブランドですがまずどんなイメージをお持ちだったんでしょうかまた実際にこのオークリーのアイテムを身につけられて印象はどうですかそうですね、本当にあの機能性のあるスポーツのイメージがすごくあってあとはやっぱサングラスのイメージが強くありましてで今回あの、トレーニングウェア スポーツウェアの方とカジュアルウェアの方と両方着させていただいたんですけどあのトレーニングウェアの方はもう本当に何だろうストレッチ性だったり速乾性だったりもう体を動かして汗かいたりしても全然こう気分がいいというか、まあ、すごく動きやすいすごく調子のいい感じなんですけどそのカジュアルウェアの方もそういう機能性もありつつ普段 あの街で着れるようなあのいろんな人のライフスタイルに馴染むようなあの洋服だなと思ってあのどっちもすごく魅力的だなと思いましたえ学生時代サッカーをされてたというのをお聞きしておりますけれども今はスポーツなどはされていらっしゃいますかそそ <laughs> そうでですね今はあのそれこいいいいろんな作品でご一緒させててただいてるアクション監督の あの下村雄二さんの,あの練習場に行ってまああのミット打ちだったり柔術だったりあのアクロバットだったりまあもちろんアクションもやっていろんな体を動かす内容はやらせてていいただいただりしてます役作りは素晴らしいですけれども体作りも必要な。 ことも多いかと思いますけれど意識していることや習慣にしている体づくりやまた運動メニューなどございますかそうですね僕はあのアクションをする内容の作品があのやらせていただいたりしているのであの、まあ、ウエイトトレーニングウエイトトレーニングとかをしつつもやっぱ動きやすい筋肉っていうのをつけられるように あのちゃんとインナー,インナーマッスル内側の筋肉もちゃんと使えるようにトレーニングしながら、まあ、ストレッチとかもして、まあ、あとは筋肉の回復を促すタンパク質とビタミンなどもちゃんと補給してやっています <laughs> 日々の努力ですよね <laughs>。